天皇陵が今日回ってますからね。もうフラフラや。ちょっとね、中尾山古墳まで歩くのがね、ずいぶんあったんでね、往復でどれぐらいあったんやろ。くろーっと回ってたからね。それでも、2、3キロあったんちゃうか。ここもちょっと階段上がって、天武寺塔陵でございます。ここもね、建国塚古墳と同じような八角墳でございますけどね。この辺は間違いない診療でございますからね。最初の仮装された方というふうに言われたんだけどね。よし、ありましょうかね。あら、やっぱり、マス、やられてますか。枯れてますね。もう随分ね、何百年も経ってるかね。天武寺塔陵でございます。この辺はあんまり普通は当たらんからんのでね、これ木切るとね、綺麗な、ね、山が見えるんだけどね、綺麗な山が見えてね、石棺が見えたら言うことないけどね、石室に見えて石棺見えたらね、江戸時代かぐらいにね、一回見たらしいんやけど、それっきりやからね。そして、よく回るかね。回る予定なかったんだけど。去年ぐらいから本当に中よく見えるようになりましたわ。前は藪だったんでね。いやー、そこから入って中見たいけどやめとこうか。ね、なんもなんでも。ちょっとここからマウンド見にくいな。もっと裏回らなくんか。この図面で見るとわかんないけどね。この両回っただけで端角に見えないんやけどね。あの図面を見るとね、端角っていうのがわかりますわ。もう中くらいやね。はい、中入ってきましたけど。松の木で横がもう竹でございますからね。これマウンド綺麗に見ましょう。ね、綺麗に見ましたよ。これはかなり高さ残ってるんでね。やっぱり木がいっぱい終わってるからのせいかね。いろんなところで見るとね、ずいぶんね、土が流れてしまってね、低くなるんやけど、このブラなんか非常に高いからね。最初に来た頃はね、うっそうとしましたからね。この辺の下に低木がいっぱいありましたね。なんか見えんぐらいですね。ほんでもう大きな木もいっぱいあって、竹もいっぱいですごかったんだけど、ずいぶん中見えますから。あ、こんな木ね、こんな木あったんやで、綺麗だったけど。結構高いからね。ここなんかもう本当に中、全く見えなかったけどね。ちょっと中空いてますからね。お、宮内庁でございます。よしよし。それ柿の木かね、えらい枯れとるわ。柿の木じゃなさそうやね。何の木だこれ。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。天武寺塔陵でございました。はい、次は金明天皇陵行きましょう。はい、急げ。この古墳は何やったっけ。
金塚古墳やったっけ。これも大きな石棺の石図があるってことを聞いとるんやけど、見られんかった確か。埋まってんねんな。これそうですよ。金塚古墳やったかね。いや、行けそうないか。ないな。それをね、見に来たんだけど。これ行けるのかね。ちょっと行ってみようか。飛び込んでますね。これはそのはずよな。何にも看板したとこないんかね。ないね、看板。金塚古墳でございますけど、あら、何もわからん。残念ですね。何にもわかりませんわ。せっかくというか、そういう可能性があるんじゃないかと聞いたんだけど、どうなんでしょうね。それの、ちょうどね、制作途中の、途中でやめて。せやけど、上のまないとと合わない、どう考えても合わない言ってるからね。その辺がちょっとわからんねんけど。お井の設置。7世紀の後半、飛鳥時代だからね。これ大きさが入ってないの。大きさは変えてないよね。まな板から、こっちがそこ、そこ石？じゃあ、これは違う、上に乗せる方やろ。ああ、こういうことね。こと合わない言うとるけどね。どうなんだろうね。この大きさやからね。だから、いわゆる、もう、せっかくしてた方がいいんだよな。石室、せっかくどうなんだろう。この大きさやからね。あ、斜めになってるし、ね、ちょっと意味がわからへんあれかね。斜めになってるでしょ。皆が言わはるとやっぱわからんわ、これ。ちょっとわからんね。はい、鬼の設置でございます。このまな板の方にちょっと行ってみましょうかね、まな板にね。あら、これ宮内庁管理やったの。それは知らなんだね。ちょっと分からへんけど、なぜ石はその下の石で言うと上になってるじゃないか、これ。ああ、3個ね。石だな。はい、ちょっと行ってみましょう。あれを3枚ね、どうしてもね、あれで、あれ見えかぶせていけるかな。ああ、ねえ、1300年前にこれ、一生懸命作りはったんやろうけどね。なんかやっぱり事情があって掘れはったんやろ。やめたちでね。はい、ありがとうございます。はい、途中下車でございました。はい、ありがとうございました。鬼の罠にだと鬼の接近でございました。さあ、次は天の霊行きますよ。急ぎまーす。